はい、えー、カラー補正の方に行きたいと思います。えー、カラー補正の方ですね、えー、右側にあるですね、波形モニターの方、こちらの方へ結構注目していただけると分かりやすいかなというふうに思います。まずは CC カラーニュートラライザーですね。はい、こちらの方なんですけども、これですね、あの、スリーウェイカラー補正と同じですね、えー、まあ、シャドウ部分。 そして、ミッドトーン部分、ハイライト部分のですね、3つの値を、えー、まあ、調合というかですね、補正してくれる機能です。じゃ、ちょっとやってみましょう。まず、えー、シャドウですね。これピックできますので、黒色のところですね。まあ、影になっているところをクリック。して、えー、ミッドトーンは、まあ、この辺かな。はい。そして、ホワイトの方は白色というところで、白を選びます。はい。そうするとですね、何か変わったような感じがしたと思うんですけども、いいですか before, after. はい。これが微妙に動いているのがわかるでしょうかはい。奥深いですね。色補正ですね。見た目じゃほとんどわかんないんですけども、こういった形でですね、えー、波形を見るとわかります。で、波形以外にもですね、今、ファイナルリザルト出てるんですけども、ここですね、えー、ここでどう変わったかなーっていうのが、ファイナルリザルトで見ることができますので、はい。 こういった形でですね、確認をしてあげると、あ、微妙に変わってるんだな、というのが確認することができます、えー。特にですね、このエフェクトはですね、例えば、えー、ケルビンチとかちょっとなんか間違えて撮ってしまったとか、まあ補正用ですね、色を、えー、間違えてしまった場合にかけると画期的にいくんじゃないかなというふうに思います。